いいせーのでバンバンザイミュウです。ギシですヨです。はい、ということでですね、はい、まあ、今回もまあタイトル見てもらったら分かる通り、うん、以前からね僕たち寝起きシリーズやってるんですけども、はい、その中でね寝起きわんこそばやってみたいなって話になってたじゃないですか。なってた。まあそれで、まあついにねわんこそばができるお店を見つけて、しかも撮影がね許可できるお店が見つけて、しかもなんとね、はい、寝れるスペースまである個室を用意していただきた店を紹介できました。ありがとうございます。はい、まあ今回ね、まあ、僕らみんなねやる前は自信あるって言ったじゃないですか、うん、で、まあ、どれだけ実際食えるのかっていうのとね、まあ、これをやっぱり寝起きとして真剣勝負していきたいと思います。はい、ちなみに賞がもらえるらしいんですけど、女性は80杯以上、うん、で男性が100杯以上食べれば称えられるらしいですから、ね、そうなの。もう近所のお祭り騒ぎになるらしいです。そうです。なんかさ、やったことないからさ、どこまでが余裕なのか分かんないじゃん。分かんないよね。うん、確かに分かんない。しかもみんなが同じお腹のスキドでやろうねみたいな話してたやん、うん、みんなバラバラなのよ。みんなめっちゃお腹減ってる。俺も空いてる。めっちゃ満腹。はい、終わり。まあでも寝て起きたらお腹空いてるかもしれない。そうだね。40杯からスタートします、私。ダメダメダメ。まあでも最低みんな40杯食おう、はい、うん、うん、それは頑張ろう。そうだね、40は未知、未知すぎるぞ。1杯がどれぐらいか。確かにね。で、ここにおはじきがあるんですけど、5杯食べるごとにここに怒られる。それかここに置くって、どっちかですこっちに置いてください。それでは早速やっていきましょうということで、まあ、早速寝たいわけなんですけど、はい、罰ゲーム決めていきましょうよ。台本あんのかマジで、うん、めっちゃいいこと思いついたよ。じゃあ今回もそう、ルナの罰ゲームにしましょう。じゃあもう言っちゃいます。はい、はい、半年間わんこそばにかけてそばそうめんうどん禁止令を出します。ラーメンはいいよ。もう最終回やん。え、寝起きシリーズ最終回に出す。半年そば禁止ってことですね。私吐いても食べるよ多分。俺もだよ。ガチでやだ。あ、じゃあ俺も決めた。半年間そば茶しか飲んじゃダメあ、お茶はそば茶しか飲んじゃダメ。いやもうだから、あの居酒屋とか入ってもウーロンハイとかダメ。あ、そば杯ありますっていうの。じゃあ私、はい、はい、半年間水を青汁に変える無理無理、青汁めっちゃ嫌い超嫌いなんでなんで、あの多分半年うどんとか そうめんとか食べれないより健康になれるだろ普通に。じゃあ そのルールとしよう。いいよ、いいんだね、半年間水は青汁で。ば、なんか時間ないからぶっ飛んじゃってんだけど、うん、じゃあみゆちゃんが言ってた水はそれにしよう。水単品が青汁で、ね、OK、はい、じゃあ誰が回すよ。結構重要やで。実質水禁止ってことですね。そうですね。じゃあ俺行くわ、うん、行くぜ。はい、しっかりしてや。もう半年間そばそうめんうどん食べれない生活。そうって言ったけど、普通にさ二日酔いの時そば食べたくない。お前二日酔いになるほど飲んでんか隠れて。それがいやあるじゃんそういうのとか。それよりも年越しが一番やばい、ね、やばい、年越しやばいね。じゃあ、はい、寝ましょうか。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。普通に旅館泊まりに来た気分なんだけど。いや私こういうとこ好き。わかる。ね、虫のいないこういうところ。てか質問コーナー募集して、うん、ちょっとまあ寝るついでに答えてこれやけど。最近のみんなの悩みは？はい。あの税金対策を一切しなくて悩みすぎて、これから税金対策のことにしに行く。買い物ってこと？そう、うん、いいやん。みゆは？私は毎日幸せ。悩みないよ。え、でも俺みゆに生まれてたらめっちゃ悩みあるけどな。悩みないんですって。俺悩みですか？ないです。僕悩みないです。なんでここ俺悩みない。悩みここに生まれてたよ。ないです。ないよね。はい。最近聴いてる曲は？平井大さんのあ、全然違う。魔法をかけてもいいかなみたいな。家ついていっていいですか？魔法って言っていいかなみたいな。私あれ、ジェングさんのまた君と。うん。ああ、ね、僕はやっぱユーリさんのタイムマシンですかね。うん。歌ってるね、ずっと。ずっと歌ってる、うん。大変だと思いますが、24時間系してほしいです。いや、本当に大変なんで、ごめんなさい。じゃあ、拾うなよ、そのコメント。あれだね、本当になんか余裕できたらだね。うん、うん、やりたいね。次、何の24時間やりたい？トランポリンだったじゃん、24時間トランポリン、うん、しかやったことない子。うん、
確かになんか意外とこたつ生活とか傍から見たらなんかあんま辛そうじゃないやつもやってるけど面白いもんな、あれ辛いし、はい、ちょっと辛いし、24時間ゲームだけ生活とかね、幸せやん、座りっぱ、うわこれちょっと俺の地元だからいいなって思うけど、札幌コレクション出てくれませんか。え、めっちゃ出たいんです、本当にお願いします、うん、札幌コレクションは何の、札幌 の、 あの関西コレクションとかの札幌バージョンがあって、本当に出たいんです、出たい、本当に万々歳で読んでください、お願いします。あとキングムーのイベントも呼んでほしいです、でキングムー の、 あのイベントゲストにも呼んでほしいです。じゃあラストふさわしいのいくわ、うん、好きな色は何ですか。始めたって言うちょっでも意外とむずくない、これ何個ぐらい、1個やろ、すごい、あ、白です、私はグレーです、緑、カカオ、みんなメンバーカラーじゃないんだね、うん、みんな結構寒めの色なんだなんかくすみそうじゃない、うん、その色に変えたらおやすみよし、質問コーナー以上か、そろそろ寝ますか、トイレ行ってから寝よう、私白いすぎじゃない、普通に。どっこい何
これマジで意地だぞ、大食いなんかじゃない、意地の張り合い。じゃあ行きます。はいはい、はい、頑張れる、はい、助けちゃうとね、どんどん膨らんじゃうからね。それそれ、やばい、はい、頑張りましょう、うん、やばい、泣きそう。じゃあ、どっこいどっこいでいきますか。え、いいんすか。はい、どっこい、どっこい、はい、どっこい。あーぶーぶー、いける、お姉さん、大丈夫、かなり出ます。私はかなりやってます。ちょっとアンジェラ呼ぼうかな。アンジェラ佐藤さん、うん、じゃあ私アンジェラアクリさん呼ぶわ、うん、手紙歌うだけ、目の前で歌ってほしいわ。はい、うん、はい、頑張って、やばい、やばいでしょ。はい、もう一つ、これは命がかかった対決なんです。本当に普通なんか締められない。これ負けたら半年間うどんとそばとか食べれないんですよ。罰ゲームがあって、あらららそれはそれかわいそう。一杯でも大きくなくちゃいけないね、はい、だけどこことここに新しいクッションを買いました。うん、なるほど、大丈夫ですか。無理だったらお蓋しましょうね。でも気をつけてよ、一歩手前でやめてね。そうですよね、一歩手前にゼロになっちゃうからね。せっかく食べたのが、え、ゼロになるんですよね。もう卵もなくなっちゃうの、食べるもんね。マジで、はい、マジマジマジ。はい、お疲れ様です。あら、素晴らしい。なんだあいつ、潔く、潔く、あ、食べてから、食べてからね、食べてからよ、入れないでくださいよ。大丈夫、ワンコそばだからね。はい、よいしょ。おー、地獄やん。地獄期なんか。わんこそばだから、お姉さんね、お食事じゃないから。はい、よいしょ。素直にいいんですよ、締めてもね。みーちゃん、そういう運命なんだよ、今日は。はい、よいしょ、ね、まあ、ほらね、やっぱり 2,3 回ぐらいね、お姉さんね、お付き合いしてもらってね。前世天国か地獄決める人でしたから。112、うおー、はいはい、じゃあ、ありがとうございました。お隣を見てお分かりですね、お蓋のタイミングを考えながらね、まだ大丈夫かな。男の人で最高何個ですか。705杯です。はい、どうぞ。食べてからじゃないと蓋閉じれませんよ。あれだ、100何本ってやる方もね、705杯。誰来たん。え、700いける、これ。これでおはじきいくんですか。これで。あと1個。はい、これで103ね。でもなんか気持ち悪いから4、5いきましょう。気にいいとこが人間好きだから。はい、これで5ですね。あ、まだでも食べれるかな。はい。あ、そういうことか。無理だったら食べてみたい時にこうやらないとさ。ってことだね。すでにお蓋を準備しとかないとね。あ、じゃあとりあえず1個いきましょうか。115。うん、実はなんかね、120行きたいよね。え、SM 来た。かもね、そば。本当に無理、もう。はい。うん。もう。あー。SM。ただ。お疲れ様です。ありがとうございました。どうもどうも。ありがとうございます。100。嘘つけ、お前増やしたおはじき。うん、ルナ108。ジャスト80な。え、90だろ。あ、90か。3、4。逆に何杯なの、2人は。116杯と112杯ですね。ということで、ルナ半年間そば、うどん、そうめん禁止。お前絶対食うなよ、マジで。今寝っ転がるだけでもしんどくない。いや、私多分この体勢から崩れたら出てくる。いや、マジそれ。え、でもさ、男の人ってそんなに出ないんだね、なんか。いや、特殊よ。俺特殊だと思う。え、でもめっちゃ出てる、今これで。いや、めっちゃ出てるよ、俺にしたら。あ、ここが、ここにそばいるの分かるわ。腹筋じゃないもん、これ。ということでですね、ワンコそば立花さんで今回ワンコそばを食べさせていただいたんですけど、あの、すっごいいい方なので、みんなもちょっと挑戦しに横浜の方まで来てみてください。
ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。300万人目指してるんで、皆さんお願いします。合わせて300杯ぐらいだしね。